もちろん悔しいゲームになりました。ただ、まあ、自分たちが、普段トレーニングしてやり続けていることを思いっきり、ぶつけた上での、まあ、結果だなというようなところを感じています。まあ、そういった意味では本当に明確に力の差を、感じましたし、まあ、そこはもちろん悔しいですけれども、まあ、そういうやり方をしなければ明確に、個人個人がっていうところも含めてグループがチームが、これだけのやっぱり J1 で、まあ、ここ最近で言えばかなり好調で、まあ、ここ最近の結果で言えば本当に J1 トップクラスのチームに対して自分たちがどれだけの差があるのかというところは、明確に体感したと思います。まあ、もちろんチームとしてはそういうチームに対してしっかり戦っていくというようなところはすごく重要なところではあるんですけれども、まあ、今回は本当に明確に力の差を感じたゲームだったなというふうには感じてます。ただその中でも選手は90分間しっかりと戦い続けてくれましたし、まあ、そういったところでは自分自身はまあ悔しいですけれども、まあ、これはしっかりと、受け止めようと、この敗戦、このスコア、まあ、そこはしっかりと受け止めようと思ってます。以上です。天皇杯のベスト8っていう、まあ、大きな舞台で復帰できるというところを、まあ、最初は噛みしめながら、まあ、自分に与えられた役割というか、最初はまあサイドバックで復帰っていう形になったんですけど、まあ、そこでまあそうですね、もうちょいできるところが課題が多く見つかったのでそこはまあ反省点かなと思っています。京都さんのサッカーも、まあ、自分たちに似てるというかこう、まあ、前の精神力っていうところがすごいあるなと思っていて、まあ、本当に力負けしたなっていうのは率直な感想で、まあ、監督のその試合後の話ミーティングでもあったんですけど、やっぱそういう相手に対して自分たちが力負けしない、より自分たちのサッカーを押し通せるようにこれからやっていけたらなと思ってます。完全に、まあ、力の差っていうので、まあ、負けてしまったかなっていうような試合になってしまって、まあ、ここまで勝ち上がってきて、まあ、あと一歩というか、まあ、でもそれ以上の結果が今日やっぱり出てしまったっていうところでは、まあ、まだまだ自分たちはすごい力不足なんだなっていうのを、まあ、痛感する試合になりました。とにかくこの試合は切り替えて、本当に次の試合が自分たちにとってはもう一番大事な試合になると思うので、そこをしっかりまずは勝てる準備をしていきたいなと思います。